CJ 総合の皆様、こんにちは、神谷総平です。本日も目から鱗の日本の歴史、小薙さんと共にお送りしていきたいと思います。小薙さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回はですね、家康がどうして江戸に入ったのかと、はい、彼の計算といいますか、はい、どうやって江戸町を作ってたのかみたいな話をしてもらいました、はい、そんなですね、小薙一族が関わっていて、実は江戸の発展には小薙一族が非常に貢献してたということで、我々はもっと感謝しなきゃいけないんじゃないかと。なことはないです。はい、そんなお話もありましたけれども、はい、今日はですね、まあ、そうやって、はい、で、まあ、力を蓄えた家康が、はい、まあ、関ヶ原で勝って征夷大将軍になっていくわけですけれども、はい、その彼の取った政策の一つで鎖国に向けての動きというものがあります、はいはい、ただこれ鎖国っていうのもですね、まあ、そう簡単なことではなかったようで、はい、なんで日本が鎖国をしたのか、またできたのか、はい、そういったお話今日聞いていきたいと思います。あの家康自身は大変に交易を推奨してたんですね、はいはい、ですから家康の時代っていうのはフリップがあるんですけど、はい、こちらのフリップですね、はい、これ、はいはい、こちらの方、はい、この地図の方、ちょっと画面が暗くなっちゃってますけれども、はい、大変にですね、当時の日本っていうのは、うん、まさにインドネシアとか、はい、あるいはインド方面にまでどんどん出かけていくというぐらい、はい、大変にこう熱心に国際交流というものを図っていたという、うん、そういう状況になります。朱印船貿易ですね、はい、そして家康自身も非常にこの交易を推奨してたんですね、はい、というのは家康は非常に関東を全体をこう開拓することによって、大変な財を成します。でそれだけではなくて、家康はまあやっぱり金の生産というものを、はい、非常に推奨いたしまして、はい、で黄金によって、交易を図る、はい、そしてその黄金によって世界、まあ、当時の世界中ってことですから、はい、まあ、東南アジアが中心ですけれども、はい、アジアからこう仕入れた物品というものをたくさんこう国内に持ってくる、はい、高く売れる、うん、また国内のものをこう輸出する、はい、また高く売れて儲かる、こういったことをこう繰り返しまして、ね、大変な財を成す、はい、でその財を成すことによって、で、秀吉に匹敵するぐらいの巨額の、はい、まさに世界最大の大金持ちと言われるぐらいまでなったことが、はい、関ヶ原の勝利にも結びついてるわけですね、はいはい、というのは豊臣方というのは何だかんだ言って五奉行が全部仕切ってる、はい、でということは膨大な秀吉の財産というものはこの五奉行連中が何どうに分散するのかわからない、はい、役人連中がなんか自分たちの懐に入れちゃうんじゃないかっていう、うん、そういう疑心暗鬼が全国の大名にあるわけです、はい、で家康の方は家康が全部仕切ってますから、うん、その家康の判断で、まあ、家康と仲良くしてれば、はい、当然その富の分け前に預かることもできるということになりまして、うんうん、結局ですから関ヶ原の戦いで西軍が8万、はい、東軍が7万、はい、で兵力の面でいきますと7万と言いながら実際には遅れてきた人もいますから、はい、もう普通に戦えば明らかに家康の方に部がなかったにもかかわらず、はい、完全かつ完璧に家康は関ヶ原で勝利をすることになるわけです、はい、うん、でこれが鎖国にまで行くのは、はい、うん、実は家康の時代ではなくて三代将軍家光の時代まで行くんですね。正式に決定するのはそうですね、はい、でその家光がじゃあなぜその強硬な鎖国に踏み切っていったのか、はい、現実問題としてこのフリップにもありますようにこれだけの交易をしていたという実績があるわけですから、うん、はい、それをいっぺんに全部やめてしまう、はい、これも徹底してやめてますからね、はい、その時にはでそれにはやっぱり大きな引き金があったわけでして、はい、その引き金というのが実は次のフリップにありますこちらなんですね、はい、これは、ちょっと絵がごちゃごちゃしていて見えにくいかも分かりませんけれども、はい、島原の乱になります、はい、寛永元年、はい、ごめんなさい寛永14年ですね1637年にあった、はい、ものなんですけれどもこの島原の乱によってでキリシタンというものが結局その国を荒らす、はい、せっかく戦国の世は終わって、うん、信長秀吉家康と3代かけて戦国の世が終わって、はい、うん、で全国の3分の1が家康の徳川家の直轄領となり、はい、全国のお大名さんたちというものも参勤交代で、みんながその徳川さんに頭下げる、はい、そうすることによって完全に日本国内が統一される、はい、そういう状態が出来上がり、うん、そしてその徳川将軍というのはあくまでも天子様から任命された将軍なんですね、はい、で天子様にとって天子様の
領土も領民も全ては大御宝である、うん、その大御宝を豊かにするための存在として将軍がある、はい、大名がある、はい、そういうものがやっと国内に確立していったという時に、はい、なぜそこで今度は乱が起きなくちゃいけないのか、はい、これ誰がどう考えてもこんな理不尽はないわけです、うん、はい、いくら信仰のためとはいえ、信仰によって幸せになるどころか、信仰によって争いが起こって 、はい、人の血が流れてるじゃないか、うん、でこれを終わら最終的にかつ究極的に終わらせるためにはどうするか、はい、っていうことになった時に、日本は鎖国をするしかなかったんですね、はい、でこの鎖国がですね、はい、鎖国という言葉はもう多分日本国民であれば誰もが知っている言葉だと思うんですけれども、はいはい、鎖国をしたっていうことは実は大変大きな意味があって、うん、当時の日本は世界最大の大金持ち国家であって、はい、つまり世界の3分の1の金を日本が持ってましたから、うん、世界最大の黄金保有国であり、はい、世界最大のリッチな国であり、はい、そして世界 最強の武力を持っていた、はい、世界の鉄砲のおおむね半分は日本にあったわけですから、はい、世界最強の武力と世界最大の富を持って鎖国したんです、はいはい、だからこれがですね貧乏で武力もないような国が鎖国したといってもこれ何の意味もないんですね、はい、これ鎖国じゃなくてスルッなんですね、まあ誰も相手にしてくれてないだけみたいなそ, う そ, う、はい、まあ、そういう国もなんか日本の近くに にあったりしますけどねどことは言いませんけども、はい、そう相手にされない国ではなくて相手にされる国だからこそあえて行った時に鎖国をし、はい、その日本が鎖国をしたということに対して当時の世界はどこも抵抗することができなかった、はい、これすごいことだと思います。すごいですね。でそれによって徳川260年という、はい、大変な平和と安定の時代というものを築くわけですよね、はい、だから日本が鎖国したっていうのは家光によって寛永16年1639年に、鎖国されましたと、はい、教科書に書いたらたった1行なんですけれども、はい、鎖国をしたということは日本がもう世界 最大の大金持ちだった、はい、世界最強の軍事力を持っていた、はい、このことがあるからこそ鎖国ということが意味を持ってるんですよ、うん、ということをやっぱり私たちもう一回認識し直さないといけないんじゃないかなというふうに思います、はい、ただ鎖国をしても国を閉ざして一切その外の情報を仕入れないということではなくて、はい、世界の趨勢がどういうふうに動いているのかということについては常にキャッチアップをする、はい、そのキャッチアップをするための窓口として、はい、長崎の出島が置かれていたというのが、まあ、次のフリップですね、はい、でこの出島は長崎になりました。長崎では、はい、オランダと、はい、それからイギリス中国との間の交易っていうものが、はい、長崎で行われました、はい、でその他に対馬が朝鮮半島との窓口というようになっていました。対馬それからいわゆる琉球に関しては、はい、薩摩が窓口になっていました、はいはい、琉球日本当時の日本の国力と琉球の国力というものを考えた時にこれ雲泥の差があるというのは、はい、ちょっと想像していただければ分かることだと思います、うん、はい、であるからこそ薩摩藩に面倒を見てもらっていた、はい、ということなんです、はい、同様に朝鮮半島にも朝鮮半島に対しては対馬藩が面倒を見ていた、はい、琉球は薩摩が面倒を見ていました、はい、薩摩というのはご存じの通り大変な軍事大国、はい、で軍事国家でもあります、はい、非常に強いです。そうですね、もう室町時代から続いてる島津藩ですからね、はい、伝統、はい、まあ、対馬の宗家っていうのもこれもやっぱり、はい、古い時代からあるところなんですけれども、はい、ただ薩摩は大きな大藩、はい、大きな藩ですよね、はい、対馬ってちっちゃいじゃないですか、はい、そのちっちゃいところに朝鮮半島の面倒は見てもらってた、はい、ということは当時の朝鮮半島の位置づけとか、はい、朝鮮半島の国力っていうのがいうものをに当時の日本人がどの程度のものとして認識していたかということは、はい、この配置を見たらすぐに分かります、ね、なるほど。松前藩はアイヌとその交易ですね、はい、はい、これもだから小さいですよね、はい、その規模は大きくない、うん、長崎に関してはこれは幕府の直轄ですから、はい、幕府が直接面倒を見てました、はい、その幕府の持っている力というのは日本全体の国力の3分の1ですから、はい、それだけ のものを持ってオランダ、外国、欧米とね、はい、オランダとのお付き合いというものを考えていたわけです、はい、
で朝鮮半島に対しては、まあ、対馬で十分だと、うん、はい、あの決して朝鮮半島を悪く言うわけではなくて、はい、それが現実だったってことですね。まあそうですよ、当時のだから朝鮮半島のね、はい、まあ、この違う番組ありましたけど、はい、国力なんてまあまあみたいな、そうそうそう、はい、あのただの窓口ということではなくて、まあ、面倒見役ですから、はい、ということであったということです。ですから、まあまあ、窓口としては4つ、あの松前と対馬と薩摩と長崎と4つの窓口があったけれども、はい、うん、その規模と大きさっていうのを考えると、はい、対象としていた先の規模大きさっていうものも当然見えてくるということになります。うん、そうですよね、はい、だからあの薩摩が琉球を面倒見ていたっていうのは琉球の向こう側に明国があるからなんですね、はい、明国とか清国があるから、はい、ということが大きな理由になってます。これはあの、うん、やっぱり海上ルートで、あの 台湾からこう琉球列島 を北上する形で、日本に攻め込まれるというふうなことに対しては十分な警戒が必要であるということで、はい、薩摩に面倒見てもらっていた、はい、同時にその薩摩島津藩というものが非常にこう強大な軍事力を持っていたっていうこと、はい、いうことを幕府が認めてきたっていうのは、その南からの侵略に対する備えとして、はい、うん、薩摩というものに対してはやや特別な待遇を与えていたという、うん、ことがあります、はい、ですから薩摩はあの実は密貿易をしていたという話もあるじゃないですか、はい、でそういうことも分かっていて認めてるわけですね、はい、あの基本的にやっちゃいけませんよってやっていながら認めてるわけです、はい、でなぜかというと薩摩に力をつけさせておかないと、うん、南から攻められた時に大変なことが起こるという、はい、そうですね、薩摩は密貿易やってないと海援隊も生まれてなかったって話もありますからまあまあそういう普通な話になるんですけど、はいはい、まあそういう歴史の裏側があります、はい、さっき説明しませんでしたけど、こうバテレンっていうかキリスト教徒の数がどんどん増えていってたっていう、そうですね、このグラフ分かりやすいですよね。あの、はい、あのまあ、これはあの前回のキリスト教の禁教をやった後も信者の数が増えてましたよ、はい、ということのまあ証明なんですけども、はい、この、 あの2枚、グラフ、あの写真、あの絵がありますけども、はい、2枚ともこれ作る会の新しい歴史教科書の方からいただいた、はい、図になります、はい、本当にこれもう見たら分かるでしょ、はい、どんどん増えてます、うん、はい、秀吉の時代でもどんどん増えてます、はい、これで結局島原乱まで行ってしまったので、はい、もう彼らを入れるわけにはいかないと、はい、いうことで、だから、まあ、倉山先生との授業でもね、はい、あの講義でもやったんですけども、はい、結局プロテスタントはいいんですよね、オランダ人とかイギリス人とか彼らはこの布教しないんで、はい、うん、ただカトリックバテレの連中は布教しに来るんで、それが結局対立を生むと、そうですね、で、まあ、彼らのその植民地獲得の手段もよく分かってたのでってなことで、まあ、もう本当はやれば儲かるんだけど、まあ、あえてそこを犠牲にしてでも国を閉じたということ、はい、でもそれができたのはおっしゃったように当時世界最強の軍事力を持ったから、はい、非武装中立じゃないですよ ね,、はい、ね、だから武装中立なんで、まああのはい、弱いと力でこじ開けられちゃう、まあ、幕末がそうだったわけですけど、はい、来ても追い返せるぐらいの強さがあるから来るなよというふうにまず言えたということ、 それから攻撃しなくても内需でエネルギーとか食料が自給自足ができる、人口3000万人ですからできたので、まあ閉じれたという、そういうね経済力、はい、軍事力、はい、そしてまあいろんなもののこう自給率があったのでできた、はい、そしてそれをやるためにはもう超リサイクルの超エコ社会でないと効率よく回せなかったので、そういった手法もまあ身についてたということで、まあ鎖国できた。だから先ほどおっしゃったように教科書ではたった一行鎖国って書いてあるけれども、はい、その背景にあったものとか、はい、それができた理由っていうのを考えると、はい、本当に当時の政治の、まあ、レベルの高さというかですよ、ね、日本の国の豊かさっていうのがよくわかるという、はい、そういうまとめで今日はよろしいでしょうか、はいはい、あの悔しかったら鎖国してみろっていやでもね、今でも日本はほら移民とか労働移民とか入れてないじゃないですか、はい、私これ一種の鎖国だと思っていて、はい、やっぱフランスのこの間フランス人の話をしてたらフランスにも入れるべきじゃないって言うんですよ、労働移民は。結局それがね差別を生み社会の混乱を生み宗教対立を生むから、逆に今フランスの保守系はあの日本を見習えって言ってんだよと、うんうん、だから日本は先進国だけど移民入れてないから社会が安定してるじゃないかと、なんかフランスは入れすぎなんだと言って、はい、まあ、やってるというぐらいなのに、あのなぜかですね、だから入れなくても別にやれるんですよね、入れるべきでは僕はないと思います、うん、そんな安い労働力とかね、その研究者とか、ね、普通にこう知識層とかね開発するような人たちはどんどん来てもらったらいいと思いますけど、なんかこう安い労働力で労働移民として得ようなんて言うとですね、まあ、混乱するわけですよね、いろんな社会が、うんうん、そこはだからもう江戸に学ぶべきじゃないかなと、うんうん、本当に、改めて思います、はい。
ちょっと最後余談になりましたけれども、はい、次回はですね、はい、江戸の身分制度といいますか、はい、僕ら首脳交渉でね、なりましたけども、あれ、捏造だったんじゃないのということで、タイトルはですね、捏造だった江戸の身分制度ということで、はい、またちょっとショッキングなタイトルをつけましたけれども、はい、次回も楽しみにしてますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。